2021行政書士60時間超速マスター講座行政法ユニットの今度は15に入っていきます。ユニット15からは行政手続き法という話にね、移っていきましょう。行政放送論は以上でおしまいです。18番の行政調査のところはランク C になってます。問題の110番ってところに出てくるので、またユニットの18の110番の問題を取り上げるときに必要な範囲でお話はしたいと思います。で、19番からが手続き法です。こちらですね、行政手続き法に関しては、択一の問題でだいたい3台出るところなんですね。で、近年だと記述の問題でも出てますが、まあ、2006年から2020年まで15年ぐらいの間で、記述で出たのは2回だけです。2007年と2019年かなに、1回ずつ出ているっていうようなレベルなので、まあ、たまにしか出てきません。だから基本択一で3台っていう、そういう話になりますかね。で、基本的には、この講師からのアドバイスって410ページのところにも書いてあるように、条文からの問題がほとんどだということになります。条文学習が中心というようなものだと思っていただくと良いでしょうね。で、まずメインターゲット何なんですかということなんですが、行政手続き法というのは、事前の手続きというので、例えば、その、営業許可申請をしたいと。ね、営業許可が欲しい。レストランやりたいから。で、営業許可申請が欲しいと思った時に、もちろん書類揃えて出すわけですよ。その営業許可申請を出すためには、そもそもどういうような許可が出るまでのプロセスが用意されているのか、回答が出るまでにどんなプロセスが用意されてるんだろうかってところが、どこ調べてもわからない、やってみないとわかりませんっていう話では、ちょっと怖いですよね。で、いつ回答が出るのかもわからなければ、で、という、あんまりにもほっとかれてるから慌てて聞きに行ったら、完全に、たらい回しにあって、全然答えてもらえないみたいな状態で終わっちゃうとかっていうのはやっぱまずいじゃない。だから、事前にこういうステップを踏んで回答が出るんですよってところの、事前手続きを明確にしようっていう。ある意味、行政の民主化というんですかね、行政活動をちゃんと分かりやすくしましょうというために、作られた法律です。1993年の制定で、94年10月から施行されていて、そこから試験に、出てきているものということになるんですね。で、ちょっと条文も合わせて6法で見ていただくといいですけれど、1条のところで、まあ、目的など、これね、目的条文っていうのがあるんですよ。で、この目的条文というところで、ちょっとまず知っといてほしいのが、1条の1項なんですね。この目的条文はとても大事。穴埋め問題出るからね。目的条文の穴埋めをさせる問題が出ますから、だからすごい大事です。一回読んでみると、この法律は、ちょっと大きくしすぎたな。この法律は処分行政指導及び届け出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し共通する事項を定めることによって行政運営における公正の確保と透明性、行政上の意思決定について内容及び過程が国民にとって明らかであることを46条において同じの向上を図り、はい、目的はこの後なんですよ。国民の権、ごめんなさい。ピン、黄色で塗るとこだった。国民の権利利益の保護に資することを目的とする。日本語だから大事なものは最後に来るんだ。なので、国民の権利利益の保護に資することが目的だよっていうのが、まさに目的条文です。で、じゃあそれを達成するためには、どういうようなところを良くしていこうとしているのか、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るっていうことで実現したい。透明性というのは、行政上の意思決定について、内容と過程が国民にとって明らかである。これが透明性と言われるものだと言ってるんですね。じゃあ、どういう行政運営のどの場面でこれをやりたいのか、公正の確保と透明性の向上をありとあらゆる場面で全部やりたいのか、なんかターゲット限定されてるのか、限定されてるんですよ。処分、行政指導。届け出に関する手続き、命令等を定める手続きの4分野に限定しますって言ってます。ね。これが1番でしょ。行政指導が2番でしょ。
届出に関する手続き3番ね。そして命令等を定める手続きが4番です。ねえ、目的条文。とっても大事なんだ。例えば、ウォークモンの177番って見ていただくといいけれど、ウォークモンの177番。この次ぐらいかな？ありました。はい。これです。2017年の11番。穴埋め問題です。すごいでしょ？こんなの出るんですよ。だから、先ほどのこの条文のね、アンダーラインをつけたところ、まあこれ、例えば全部空欄というか、上から消して、その文言何が入るかなっていうのはちゃんと、自分で思い出せるようにしとくっていうのはとても大事です。そうするとこういう問題対応できるよねってことになるんだと思ってください。ね。で、今も言いましたが、まあ、この1から4の4つが適用対象なんですよ。だから、テキストだと適用対象というので、この4つですよっていうのが、処分と行政指導届出に関する手続きと命令等を定める手続きだよって言ってます。まあ、命令等の内容云々はまた別のところに出てくるから、今は無視しといていいです。まあ、この辺の説明はちょっと全部無視しといていいです。適用対象があるんだよ。で、処分については、場面が2つに分かれてて、申請に対する処分というので、これが営業許可申請なんかして回答をもらうっていうイメージですね。不利益処分っていうのは、例えば、職権取り消しとか撤回とかされる場合です。特に行政行為の撤回みたいなことが行われる場合、やっぱり全くその撤回が出るまでのプロセスがブラックボックスだと、これはちょっと困るので、免許の取り消しみたいなものが行われるなら、ちゃんと言い訳のチャンスを与えた上で取り消すって決定が最終的に出るということが決まるみたいな話になってないとやっぱりまずいわけですよ。やはり、最終的には、国民の権利利益を守るってことを明確にしていくのがこの法律だから、じゃあそういう不利益処分みたいなものに対しても、それを最終的に出すことが決まるまでのプロセスは明確にしときましょうってそういうお話なんでしょうね。ちなみに第2項のところを見ていただきますと、処分行政指導及び届出に関する手続き並びに命令等を定める手続きに関し、この法律に規定する事項について、他の法律に特別な定めがある場合は、その定めるところによるみたいなことを言っておりますけれども、まあ、ここは、言ってみたらですね、何かと言いますと、これは、一般法だよと言っているって、そういう場面だと思ってください。処分行政指導届出に関する手続き命令等を定める手続き1から4まで、この法律に規定する事項について、他の法律に特別な定めがある場合は、その定めるところって言ってるじゃない。ってことは、まず一般ルールをこの手続き法が定めていて、その場面場面での特別ルールが別にあるなら、もちろんそれが優先しますってことを言っているっていう、そういう規定が置かれてます。はい、20番。行政手続き法の適用除外はね、ちょっとこれはテキストではここに入ってますけれど、試験にも確かに出るところではあるかもしれませんが、これはまたユニット23でやるのよ。ユニット23でやります。だから、なんと全体が終わってからやるっていう、そういうイメージです。そうじゃないと意味がわからないので、全部終わってからやりますから、21番に行きます。はい、では、申請前の手続き。申請に対する処分のところのお話ということですね。まずは、定義大事ね。なんで大事かって言ったら、これ、ウォークモンの178番とか見てよ。行政手続き法の定める用語の定義についてって問題が出てくるんですよ。処分の話は出てるけど、申請はないですけどね、出てるんですよ。次の問題だったかな？ほら、用語の定義で、ここ申請って出てくるんですよ。で、2020年、去年の問題ですよ。だから、用語の定義ってすごい大事なのよ。こういうの見るとね。実は2条に定義って条文がちゃんとあるんですよ。ね、この法律で使ってる用語の説明しましょうっていう、そういうようなものがちゃんとあるんですね。で、
例えば、法令って言われたら、ここでは法律とか、法律に基づく命令だから、いわゆる、行政立法の法規命令にあたるようなものや、地方公共団体の条例や、庁が作る規則みたいなものが全部入りますと言ってるんですよ。で、処分って言われたら、はい、行政庁の処分、その他公権力の行使にあたる行為だ、いわゆる行政行為的なものですよね。で、申請というのは、はい、ここが今回大事なんですが、法令に基づいて、一番のこの一号の法令に基づいて、行政庁の許可、認可、免許、その他、事故に対し何らかの利益を付与するような処分。まあ、これ許認可等というんですが、これを求める行為だと。だから営業許可くださいとか、自動車運転免許ちょうだいとかっていう手続きなんですね。で、それを求められた行政側が、はい、諾否の応答をすべきとされている場合です。イエスはノーで回答する義務が行政側にある場合が申請です。特にそういう義務がない場合は、また別の項目に出てくるけど、届け出っていう、ただ届け出ればいい。例えば、転入届け出せばいいとかさ、転出届け出せばいいとかっていうのはこっちの届け出なんですよ。これは出したら終わりです。もともと回答を求めるようなものじゃないです。一方で、申請の場合は、書類に出すっていうアクションは一緒なんだけど、出したら、いいか悪いか返事絶対しろよってことが、受け取った行政庁側に義務付けられてるような場合だ。そういうことになります。さっきのね、4番の申請の定義なんかもさ、法令に基づき申請者本人または申請者以外の第三者に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの。これがウォークモン179の4に出てるけど、どこ間違ってる？クイズみたいなもんですね。今、見たけど、事故に対し何らかの利益、私にちょうだいって言ってるだけで、第三者にっていうのは出てこないですから、そこが違うよねっていう、そういう問題ですね。まあ、もちろん、この、諾否の応答の方で引っ掛けてくる場合もあるので、まあ、両方2点気をつけとくといいですよ。こういうのは、条文問題なんで、条文のどこで引っ掛けてるかっていうのをちゃんと一個一個丁寧に把握しとくっていうのは、すごい大事ですね。はい、そして申請の定義はそれでいいとして、今度は申請前の手続きというので、まあ、審査基準といってですね、要は申請をする側がどういうところチェックされるのか、事前に分かってた方がいいじゃない。そういう基準と合わせて標準処理期間といって、どのくらいの時間で回答が出るのか。この二つについて定めた条文見ておきます。5条と6条です。はい、5条。ここからが、よく見ると申請に対する処分ってなってるんですね。第2章でね。で、5条が、はい、審査基準というタイトルになってます。第1項で行政庁審査基準を定めるものとする。ここの行政庁というのはもちろん、さっきの定義の中、2条の中に出てきた、先ほどの定義に出てきた、これですね。行政庁のって、ここの行政庁と一緒です。だから、こういう処分をする権限を持ってる行政庁のことを指しています。処分権限を持ってる行政庁が、審査基準というのを作りなさいということで、これ義務ですね。で、行政庁が審査基準を作るにあたっては、できる限り具体的なものとしてくださいと言ってます。さらには、審査基準は公開しておかなければならないと。なってます。まあ、例外はありますね。例外は何かといえばここです。行政上特別の支障があるときを除きとなってます。ですから、例えば、この、定めるのは絶対的な義務なんですね。それから、公開は原則公開義務があるっていうことになります。で、それから、できる限り具体的でなければいけない。こういうことが、求められてます。これは申請に対する処分というものをチェックしていくときに、こういったことが要求されるんだよって、まあ、そんな話だと思っていただくといいでしょうね。こういうのが試験で、なんだかんだ、問われるっていう、そういう話になってくるのかな。審査基準の話だとね、例えば、さっきの獄門のところで言いますと、180番なんてね、これ、ちょっとまた話違うけど、2015年の問題だけど、申請の穴埋め問題とかさ。
こんなのも出てたりする。諾否の応答義務が空欄になってたりするじゃない。こんなのも出るんですよ。こんなの出るのかなと思ってたけど出るんですね。2015年の問題でね。それから、次が、この申請に対する処分で、この、この問題は何年だ？2014年の問題ですか？2014年の問題だけど、これ審査基準の問題なんですよ。公開してないって言ってるんですね。ね。公開しなければいけないじゃない。原則公開しなきゃいけないで、まあ、例外としては、まあ、行政上特別の支障があるときは除くって、そういう言い方をしていくということではありますよね。原則、ですね、公開しなきゃいけないって話になっているということなんですよね。僕もこれか。ということ。だから、それに合うものをちゃんと選べばいいのよ。これ5番見てもらうと、審査基準が公にすると、行政上特別の支障が生ずるんだったら、公開しないことは違法ではありません。これがまさにこの5条の3項の内容じゃない。っていう問題も出てくるんですよ。だから、原則として、公開義務がある。じゃあ、例外はどういう場合なら公開しなくていいのか、このピンクで塗ったところが、どういう内容になってるのかちゃんと分かってるかなっていうのを聞く問題とかさ、そういうのが試験出てくるんだ。うん。ね、もちろん、審査基準定めるのも義務だぞ。ここは原則も例外もなく義務だぞってことを分かってるかなとかね。それが問われるんだ。はい、6条で標準処理期間です、今度は。あ、ピンクで塗る必要なかったね。ごめんなさい。まあ、やっぱりね、どのくらいで返事が来るのか、見込みは知っときたいよね。このぐらいで来るんだなって分かってた方が絶対楽だもん。っていうのが6条です。で、ちょっとね、長いので、部分分けていきますが、まずは行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに、通常要すべき標準的な期間、これカッコないらないから、標準的な期間を定めるよう努めるとともにで、一旦切ります。で、行政庁は、だからやっぱりこう、許認可権限を持ってる行政庁だね。でそこが、申請が事務所に到達です。これね、到達だから、窓口に出されたところからです。ちょっと一つ知っといてほしいのは、これバッテンをつけておきますが、受理じゃないのよ。受理っていうと、正式に受け取ったみたいな。あ、ちょっとこれは無理だね。ごめんなさい。これは無理でしたね。活字で書いた方が良かったかな。はい、こういう字書くんですけど、受理じゃないんだ。受理って概念が、行政手続き法は大嫌いなのよ。ね、受理っていうと、正式に受け取りました。中身チェックして、受理のハンコを押すっていうので、内容上問題ありません。正式に受け取りました。これ、到達してから、しばらく経って受理されるわけですよ。だから、これ、受理から処分をするまでのっていう話になっちゃうと、ね、受理から処分をするまでにってなっちゃうと、じゃ到達して窓口に出してから受理されるまでがわからないじゃない。だから、あくまでも窓口に出したところから処分が出るまでに、通常要すべき標準的な期間、これを定めるよう努めるというふうになっているので、定めても定めなくてもどっちでもいいんです。こういうのを努力義務って言います。努力義務って言うんですが、定めなければならないと義務付けられてるわけではないから、まあ、頑張って、頑張れるなら定めてくださいぐらいのイメージですね。で、これを定めたときは、これらの当該申請の提出先とされている機関の事務所における備え付け、その他適当な方法により、こちらは、はい、必ず公開です。絶対公開です。面白いのは、定めるのは努力義務だけど、公開するのは絶対ってなってます。そしてもう一つ言えるとすれば、これも活字で書いとこうか。標準処理期間は、あくまでも目安です。目安でしかありません。だから、なんだろうね、標準処理期間過ぎたからって、言い訳しなきゃいけないって話は一切ないです。
標準処理期間が過ぎました。なんか言い訳しなきゃいけませんか。そういう問題も出てくる時があるんですけれど、それは一切必要ないです。全く気にする必要はないですよって話になるんだということなんですね。例えば、そうね。あ、これ、ちょっともう目安と受理が邪魔だから、ごめんなさい。これは一旦字は消しちゃいますけれど。例えばね、この2013年12番の問題のさ、選択肢5番とか見ると、行政庁は申請者の求めに応じ、申請の処理が標準処理期間を溶かした理由を通知しなければならない。その必要ないんですよ。全然必要ないのよ、そんな。オーバーしてた。あ、してました。すいません。でいいんですよ。別に標準処理期間は目安なんですよ。平均的な期間を定めてるだけだから、そんなの絶対的な基準じゃないから、オーバーしたから、だからどうしたって、開き直っていいって、そういう話なんですね。まあまあ、あんまり開き直るのは、ね、ちょっと、態度悪いねって話になるかもしれないけれど、まあ別にそんなにあんまり気にする必要はないですよっていうことになるんでしょうね。この、例えば2020年の去年の問題のカタカナを、これウォークモンの183番ですけれど、カタカナを見ていただくと、行政庁が申請の処理につき標準処理期間設定したと。で、公表してる。ね。で、標準処理期間経過しました。何の処分もなされません。何もないですよ。拒否処分がなされたものとみなされるって、こんな規定があったら、みんな標準処理期間、過ぎるまで黙ってればいいだけってことになっちゃうでしょう。こんな都合のいい規定置くわけないじゃない。だから罰だっていうのがカタカナOの問題だったりするんです。標準処理期間はとにかく目安でしかないよということね。それはしっかりと分かっておかないといけないかなって、そんな話だと思ってください。はい。このユニットは以上ということにしておきます。